アメリカのトランプ大統領が新型コロナウイルスに感染したことを受け、イギリスのジョンソン首相がお見舞いのコメントをツイッターに投稿しました。イギリスのジョンソン首相は先ほど、トランプ大統領とファーストレディーが早く新型コロナから回復されることを祈っていますとツイッターに投稿しました。ジョンソン首相は3月に新型コロナウイルスに感染し、 一時、集中治療室に入るなど治療を受けていましたがおよそ1ヶ月後に公務に復帰していました。